はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います一日一冊読書家のマルスです このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をご紹介していますで普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもそれの他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧くださいまたこの動画の説明欄にもリンクが貼ってありますで今日ご紹介する本はこちらの「男気について」というタイトルの本になりますでえっ、ー、とまあジャケットというか表紙を見ていただくとわかるように、えー、とちょっと古い本になってます1990年に発売 だった本かと思いますあすいますすすせん1986年ですねの本になります。でえっ、ー、とまあ,あのちょっと先にお断りをしておくとですねあの私今あのちょっと海外に住んでましてなかなか日本の本っていうのを安く手に入れる手段がないので結構古本屋さんに行くことが多いんですけれども、えー、その古本屋さんで買ってきた本になります。でまああの古い本ですので、えー、とまあ、ちょっと時代背景とかまあそういったものはあの今とそぐわないものがあるのかなというふうに思いながらも購入 していますで、えっと、タイトルが「まあ男気について」というタイトルになってましてまあ、この男気という漢字を見てもですねまあ、少し古い本なのかなというような印象はまあ受けながら読んでました。で内容としてはですねえっとちょっとこういったジャンルをどういうふうに表現していいのかわからないんですけどもエッセイっていうんですかねあ,の、まあ、ある主人公が、えー、まあ50歳ぐらいになって。 とでその50歳になるなった時にまあ自分が会社の中でどういうふうに出世をしてきたかまた自分の友人がどういうふうに出世をしてきたか家族とどう向き合ってきてまあ周りにまれに亡くなっていく方であったりとかまあその亡くなり方についてもま病気で亡くなっていく人もいればま会社で何か不祥事をしてしまって自殺に追い込まれる人もいるとまあそういったようなさまざまな人間関係の中でま一人の男性男がですねま主に働くという というとこれまでどう生きてきたかっていうのを振り返るまたこれからどういうふうに生きていくべきなのかということを、まああのーまあ、節目節目で振り返っていくというような内容の本でした。 でえーとまあ、ちょっと小説ではないので私の感想を述べるっていうのもちょっと難しいのと,、えーとまあとはそのビジネス書とは違いますのでどれがいいとか悪いとかっていう話じゃないんですけれども、まあ、いくつか印象に残った点を、まあ、簡単にご紹介をしたいと思います。でさっきあのサラあの仕事が中心というふうに書きましたけれども、まあ、その,サラ,の、えーまあね、サラリーマンの置かれている状況ですねビジネスマンサラリーマンの置かれてる何か弱さとか難しさみたいなものはよく書けてたのかなというふうに思いました。 例えばサラリーマンというのは、まあ、多かれ少なかれ、まあ、決められた道の上を、まあ、歩いていると、まあ、レールが敷かれているところを歩いていると。 で,えー、でもみんなそこに対してどこか自分はこんなはずじゃなかったとか、えー、自分はこんなもんなのかというような不安とか、まあ、変な自信を時折まああの見せるとでそんな中でじゃあ自分が会社を辞めてみようと思った時にあれでも自分って会社を辞めたら実はその組織の中ではそこそこ評価されてるんだけれども会社を辞めてみると一人では何もできなかったんじゃないかと、まあ、そういうようなことに気づいたり、えー、気づく前に、えー、またサラリーマンで生きていくことを決意 したりとかまあそういった心理的な揺らぎみたいなものが、えー、まあ非常によくかけてるんじゃないかなと思いますであと他にはですね、えー、と例えばまあ社長とか、えー、まあ偉い人に見初められてその人の下でずっとまあ働いてきたと自分を殺して、えー、まあその人の影武者とか秘書のような感じでずっと働いてきたんだけれども、まあ、ある時その人が、えー、肝いりでやっていたプロジェクトっていうのが、えー、まあ失敗というかなかなかうまくいかなくて、えー、最終的にその人からも見限られてしまった。 とで自分は何をやってきたんだこの人のために10年間20年間尽くしてきたのに、えー、何をしてきたのかと自分はこの人の、えー、やっていることを全て理解することもできないその人の脳みそになることはできなくて、まあ、手足として単に動いていただけなのかというような まあ自己嫌悪とか喪失感とか、まあ、不安といったものに苛まれるとか、まあ、そういったところを非常によく書けてたと思います。で、えっと、後書きの部分でですねその、まあ、この「男気について」というタイトルについて、まあ、少し説明があるんですけれどもあの必ずしもその例えばこの字って「任侠」とかっていう漢字でも当てられる漢字なんですけれども「その男男男,男」とか。 えー、なんかこうすごく古い価値観を強く押し付けてくるというような内容ではないんですけれども、まあ、その戦後、まあ、男が女性化してきているというふうに言われているんだけれどもその本当に男らしい男っていうのが、えーとまあ、どういうものなのかっていうのをまあ考えていきたいよねというような内容がまあ書いてあります。でまあ、あのなので えーまあ、サラリーマンの話をあの今日多くしましたけれども、えーまあ、その男と男女女女っていうものじゃないんですけれども一、まあ、人の男性がです、ねえー、と人生を送っていくときに、まあ、50歳ぐらいになった時にです、ね、何を考えるのか、えーまあ、そういった内容として「まあ、男気というタイトルが付けられていると。 いう感触でした。はい。でエッセイですかね。エッセイという内容なんでちょっとあの良し悪しとかですね。あのここが勉強になりましたというところはあのないというふうに言いましたけれども、まあ、全体の私の感想とかまあ良かったなと思うところは以上になります。はい、えー。今日は以上です。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方、えー、いただけますと、えー、毎日の読書の励みになります。はい。えー、失礼します。